日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。昨年メジャーに挑戦し、一定の成果を残し、野球ファンを盛り上げていた藤浪晋太郎投手、今季はメッツへと移籍し、さらなる飛躍を期待されていました。しかし開幕前にマイナーリーグに降格となると、以降はメッツ傘下 3A シラキュースでプレーすることに。到来の制球難に加えて怪我もあり、今季のメジャー昇格はかなわず、今季を終了していました。そんな藤浪投手、来季以降の去就が注目されていますが、先日オリックスバファローズが獲得調査していると報じられ、大きな話題となっています。果たしてオリックスへの入団はあるのでしょうか。今回は藤浪投手のオリックス入団についてご紹介していきます。昨年、阪神からポスティングシステムを利用してオークランドアスレチックスと契約し、晴れてメジャーリーガーとなった藤浪投手、開幕ロースター入りを果たし、4月1日のロサンゼルスエンゼルス戦で MLB 初登板初先発を果たしましたが、2回と3分の1を投げて8失点という結果に終わり、敗戦投手になることに。その後も先発で失点を重ねたため中継ぎに転向します。すると中継ぎ登板のみで5勝を挙げるなど、安定したピッチングを見せ始め、特に6月以降は19回と3分の1を投げて20奪三振、防御率 3.26 を記録。18日のレッドソックス戦では1回無失点と好投し、20日から11試合連続無四球という成績を残しました。この活躍が認められ、優勝争い中のボルチモア・オリオールズにトレードで移籍することに。7月21日、タンパベイ・レイズ戦で7回に2番手リリーフとして移籍後初登板し、先頭打者のホセ・シリ選手に初球高めのストレートを投げ、それをうまく捉えられソロ本塁打を打たれましたが、後続の打者を抑え1回を投げ切り、1被本塁打1奪三振1失点でマウンドを降りると、以降はリリーフで安定した投球を見せつつ、クローザーまで経験。8月7日に行われたメッツ戦では8回に救援登板し、移籍後初のホールド、日本投手最速となる 102.6 マイル約 165.1 キロを記録するなど、ポテンシャルの高さを見せつけました。その後 FA となりましたが、今季はニューヨークメッツと単年契約を結び、千賀滉大投手と同僚に2人の活躍に大きな期待が持たれていました。一時期は家庭の都合で緊急帰国するなどアクシデントもありましたが、なんとか調整しオープン戦へ。しかしそのオープン戦では制球難に苦しみ、5登板で防御率 12.27 と結果を残せず、シラキュースメッツへのマイナー降格が発表されました。その後5月14日にメジャー昇格するも、右肩痛を理由として同日に故障者リスト入りし、6月5日から60日間の IL に移行。 3A では14試合に登板して1勝0敗、防御率 10.95、 12回と3分の1を投げ27四死球と悪い時の藤浪投手全開な数字を残しており、7月26日にメジャー選手登録の40人枠から外され DFA に。その後はメッツ傘下 3A シラキュースと契約し、その後は復調の兆しを見せていましたが、メジャー昇格はかなわず、昨年64試合に登板していましたが、今季はメジャーでの登板はゼロとなってしまいました。マイナーでは合計4球団に所属し、33試合で1勝2敗1セーブ、防御率 5.94 と見栄えのしない成績で終わってしまった藤浪投手。今後の去就については、代理人のスコット・ボラス氏によると、今オフ日本のチームからもオファーは来るだろう、それは米国のチームからも同じはずだ。最終的にどうするかは彼次第。私たちの仕事は彼に選択肢を与えることだ。彼なら日本に帰ったらまた大きな成功を手にできる。まだ米国でも成功できると見ている。その鍵は健康な体を得られるかどうかだと前向きにコメント。その一方で、マイナーでも苦しんだシーズンを終え、30歳を過ぎてからメジャーでの伸びしろを考えるのは、通常ならばやはり難しいこともあるため、剛腕に帰国を勧める声はファンの間からも多く出てきている状況に。
メジャーなのか帰国となるのか、今後の去就に注目が集まっています。そんな中、先日オリックスが藤浪投手について獲得調査を行っていると報じられ、大きな話題となっています。実はオリックスの福良純一 GM が今季のマイナーでの登板試合を直々に現地で視察しており、今後の藤浪投手の動向次第では獲得へ本腰を入れる可能性があるというのです。投手が豊富なイメージのあるオリックスですが、今季の投手陣はリーグ2位のチーム防御率 2.82 を記録した一方、宮城、山下、東、平野、山崎、宇田川、小木田、山岡と3連覇を支えた面々に離脱者が続出。エース山本由伸投手と山崎福也投手の対談も響いており、先発救援両方をこなせる藤浪投手は投手陣のさらなる強化を進める上でチームのニーズにマッチするというのです。果たして藤浪投手がオリックスに入団する可能性はあるのでしょうか。結論から言うと、帰国とすれば大いに考えられると思います。藤浪投手は大阪府出身で、オリックスはいわば地元球団となります。さらにオリックスには春夏の甲子園大会を連覇した、大阪桐蔭時代にバッテリーを組んだ1学年下の森選手が在籍しており、双方気心が知れた仲です。本人としても不安は少ないでしょうし、移籍する可能性は十分にあるでしょう。また古巣の阪神が現在投手力が高く豊富なため、藤浪投手の獲得に動かない可能性もあり、これによりより一層オリックスに行く可能性は高いと言えるでしょう。とはいえ、莫大なポテンシャルを備えた藤浪投手には依然としてわずかな期待も寄せられており、まだメジャーでやり続けるのではという声もあります。戦術の通りボラス氏もいけると言っていますし、もちろん代理人が選手の商品価値を保とうとするのは当然ですが、単なるセールストークではないとも言えます。シーズン後半好投できたのはコンディションが良くなったからだ、能力が問題だったわけではない、昨年オリオールズの一員として彼はいい仕事をした、今春は体調が悪く、おかげで制球が安定しなかった、シーズン終盤投球内容が良くなったことに各チームは気づいているよとコメント。今季は右肩痛にも悩まされましたが、状態が向上した8月の藤浪投手は8試合12イニングでメッツ 3A ではトップの防御率 1.50 を記録。今年の実績はマイナーでのものとはいえ、好調時はアメリカの強打者相手にも好投できることは2023年オリオールズ時代に示したことでもあります。バトルフィース。そのため来季にもう一度それを米国で試してほしいと願うファンは多くいるのも事実でしょう。去年のオフは6、7チームが興味を持った。100マイルの速球を投げられる投手はどこでベースボールをやることになっても興味を持たれるものだ、ボラス氏はそう述べており、マイナー契約の可能性もありますが、米国ではまだチャンスはあると思います。現在日本に帰国しているという藤浪投手、果たして来季は日本でプレーするのか、それとも再び米国でプレーするのか、今後の去就に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。